で次回のラジオの天童ワインの企画打ち合わせを行うことでした。 DJ カレーライスの熊沢君、約束した時間を塔に過ぎても熊沢が到着しない。1時間遅れで集合し打ち合わせを始める。そうこうしているうちに時間はちょうどお昼の12時、喫茶店のラジオから時報が流れたので、あっもう午後の時間、お昼にしましょうか。あ、ここのナポリタン美味しいんですよ。あの懐かしの喫茶店って感じで、自分大丈夫です。あの前も言ったんですけど、あんまそういうところ食べたくないんですよね。じゃあ午前0時ってどういうことですか。え、なんかそう、なんかおわしがですか。え、なんかいません普通に。いや、12時でしょ。いや、午後0時って言いますけどね。いや、なんかないっすよね。え、嘘じゃないっすよね、マスター。打ち合わせをしている喫茶店では熊沢の馴染みの店でナポリタンをよく食べに来ている。関西人のマスターはレコード好きで、よくレコードのうんちくなんかを聞く。お客さん、皆さん同じようなことを教えますな。うちのスピーカーはジャズ用で、ラジオ聞くにはちょっと丸くてね、声なんか聞こえづらいでしょ。いやー、そうかな。12時とか正午っていませんか普通。確かにお昼の12時は正午って言いますよね。ただ12時間制の場合、午前午後で言うことは分かれるじゃないですか。深夜の12時って午前0時って言うでしょ。お昼の12時、午後0時っていうことになりますね。あ、そう、ちょっと分かんねえな。確かにお客さんの言う理屈は分かるわ。12時間制のデジ、あ、24時間制か、あれはデジタル時計さを思い出してみたら分かるわ。深夜は23時59分の後は24時になるもんな、レジやもんな。あ、そっか、それは、まあ、そうですね、まあ、そっかそっか、うん、ですよね、マスター。12時間制だったら12時過ぎたら0時に動かないとおかしい。しかしだ、明治5年、暦を定めた法律ができたんだ。多少間だしって言ったかな。その中には夜の12時を午前0時としながら、昼の12時は正午ってだけで、午後の0時とは何とも定義をしてらんなんですわ。午前0時とは定義しないっていうんだって、やっぱ違うってことなんですか、それ。エイプリルはフルが過ぎましたの。途中まで乗りましたが、さすがにこれじゃあきまへんわ。食べちゃいました。あ、そういうことですか。なんか変だなと思ってたんですよ。なんですか、待ってくださいよ。何言ってもな、書いてないだけで間違いではないんですよ。人間が作った法則なんちゅうもん、ああいうもんで、一歩言い方なんていうのは定まりしないですわ。そして徐々に声のトーンが変わる感じ。生地、客観的な空間や時間から考えるさかい、ややこしいことになるのちゃいますか。覚えな、短したすきに流しますやろ。いかんなんちゅうもんはあんた人間の意識の産物だよ、思ったらいいのや。世界中に人間が一人もおらなんだろ。時計をかわるのに何の意味があるっちゅうね。世界から過去から未来へ行業を並べてる時間なんちゅうもんは最初からないのちゃいますか。人間自体それが平行面なもんなんやから、時間がいい加減なのも当たらないや。きっちりしとってる、それこそ以上ですよ。確かにここをして流れるのは現在だけ、そう思ったらいいのちゃいますか。もうちょごっそ、すいませんだ。エンカンタド、あまりの表現ぶりに呆然とした二人は静かに食事をします。喫茶店を後にした。エンカンタド、それからというもの、エイプリルフールに嘘は使わないようにした。エンカンタダ、ましてや時間の話などは特に。エンカンタダ、エンカンタダ。